コンポイもうまいまいよ。はい、ということで今回はですね、ドラッグストアで爆買いしたコスメを紹介していきたいなと思います。購入品紹介。はい、それではですね、まずこちら、じゃん。はい、インテグレートのミネラルベース CC 化粧下地ですね。はい、これはピンクベージュを選びました。私本当にあれなんですよ、なかなか、なんていうの？自分の肌に合う化粧下地が見つからなくて、なんか BB クリームは、なんか油分が多いから、自分の肌にあんまり合ってなくって、油分がでも少なすぎると、なんていうの？多分場所によって、その油分が多い肌と、こう乾燥肌の部分と、なんか多分場所によって違うタイプの人で、なかなか自分に合った、化粧下地が見つからなくって、結構いろいろね、BB クリーム試したり、CC クリーム試したりとか、なんかいろいろな、ね、ものを試したりとかしてたんですけど、これが今のところ、まだ一番自分にしっくりきてる、そう、CC クリームで、一番使ってます。その前は、メイベリーの CC クリームを使ってたんだけど、その CC クリームが、なんかもう販売終了になっちゃって、もう次どうしよう、何使おうと思ってた時にやっと出会えたのがこのインテグレートのミネラルベース CC です。はい、こちらを購入しました。肌がね、すごく白くなって、CC カラーコントロールだからね、ちょっと肌がね、明るく見えて、すごいとっても、トーンアップ&カバー効果っていうのがめちゃめちゃおすすめです。じゃん。はい、ザ・セムのコンシーラーです。もうね、ザ・セムは、もうコンシーラーの中では一番人気と言っても過言ではないぐらい結構人気なコンシーラーなんですけど、私もこれずっと使ってて、このナチュラルベージュとあとも、他にもね、いっぱい種類があって、今まではライトベージュ使ったんですけど、まあ、今回ちょっとナチュラルベージュしか売ってなくって、そう、もういいかなと思って買っちゃいました。早く乾いて即カバー、揺れにくい、ずっと伸びてる潤い持続です。いや、確かに揺れない、全然。全然揺れないです。次はこちら。じゃん！これはもうね、一生使ってます。キャンメイクのマスカラ下地です。これはもうめちゃめちゃ。キャンメイククイックラッシュカーラーの、私は透明をね、これずっと使ってるんですけど、これ、私すごい、何？目が、なんていうの？まつげがこう下に生えてくるタイプの、なんか逆まつげなんですけど、全然もうまつげを上げることができないの。本当に、この今まで来てきた人生、もうずっとまつげを上げることをどうしようかと思って生きてきたってぐらい、メイク考えてきたってぐらい、本当に悩んでたんですけど、このキャンメイクのクイックラッシュカラーを使ってから、もうまつげがバチって上がるようになった。そうなんですよ。ちょっとまたさ、あれ、なんていうの？逆まつげの人向けの、絶対こう下にさ、なかなか上がらないって人向けの、まつげの方法、まつげの上がる方法のメイク動画とかちょっとアップしてみたい。ちなみに、私はね、本当にアニメオタクでございまして、もうアニメのグッズにお金を使うから、もうコスメはプチプラ。コスメはプチプラです、本当に。こだわりはそんなにない。でも、プチプラのコスメで可愛くできたら、バッチリやん。っていう手法。で、推し活できたらいいじゃんっていうね。ぜひ参考にしていただけたらなと思います。世の中のオタクの同士も、世の中のオタクの同士たち。はい、これ、一つ目。これはチフレのシェーディングパウダーですね。チフレ。シェーディングパウダー、今までケイトのシェーディングパウダー使ったんですけど、そう、最近ハイライトを買ったんですけど、ロム&のハイライトを最近使い始めてから、そのケイトのシェーディングが、あれなんですよね。ホワイトのそのハイライトと、この、シェーディング、影作るのと、ハイライトと、二色展開のやつをずっと使ってたんだけど、ハイライトの部分がいらなくなっちゃったから、もうこの影の色だけで十分だなと思って、このチフレのシェーディングパウダーを買いました。そう。しかもめちゃめちゃサイズがちっちゃいから、もうね、ポーチの中に入る。そこ重要なのよ。私いつもね、こう、何？一番重要視してるの、小ささ。安さと小ささ。重要視してます。やっぱ小さいのね、いいですよね。はい、じゃあ次行きます。次はこちら。じゃーん。これはもうずっと使ってます。はい。
マジョマジョの、はい、マジョリカマジョルカラッシュエキスパンダーロングロング EX です。本当に魔法みたいなデザインなんですけど、ウォータープルーフで、私しかもコームタイプがめっちゃ好きなんですけど、これコームタイプで、しかもなんていうの、あれが中に入ってるのよ、その、なんていうの、まつげをさ、こう伸ばしてくれる繊維が中に入ってるタイプのマスカラで、めっちゃもう伸びる、めっちゃ伸びる。それもなんていうの、まつげが下がっ、私はこう下にね、なかなか上がらないタイプの人なんですけど、長、なんかだから量より、量で重くするより長さでこう軽くね、そうしていきたいなと思ってずっとこれを使ってます。これが、ね、いろんな、これもなんていうの、マスカラ試したけど、これが一番自分に合ってるなって買ってます。こちらです。こちらじゃーん、はい、ヒロインメイクのリキッドのアイライナーです。これは漆黒ブラックにしました。そう、前回は、前回というか、いつもラブライナー使ったりとか、このね、ヒロインメイク使ったりとか、どっちかよく使ってるんですけど、いつもはダークブラウンを絶対買ってたの。なんかその方がこう垢抜けって感じがしていいんかなと思って買ってたんけど、意外とそんなに黒とダークブラウンってあんまり変わらなくて、色味が、なんていうの、パッと見ね、そうやったら、なんていうの、こうやっぱ撮影とかもするし、黒でいった方がこうやっぱはっきり映るなっていう風に思ったから、もう黒にした。そう、そういう理由でちょっと黒にしてみました。そう、マスカラもね、黒です。暗めの色だからっていうのもあるんですけど、ね、黒にしました。今回はめっちゃ黒。そう。はい、ということで、今回のね、購入品紹介でした。皆さんもね、ぜひ参考にしてくださったら嬉しいです。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。